急いで出る準備をしろ。ルミール村の様子が一変したらしいんだが、情報が錯綜しててよくわからねえ。村の連中が殺し合ってるとか、家が燃えてるとか、とにかく急げ。殺せ殺せ。助けて助けてよ。なんだこりゃ、何がどうなってやがる。惨憺たるありさまね。思った以上に胸くそ、気分が悪いわ。先生、言い直したのだからやめて。と言ってもこの惨状では下手に手を出しても死人が増えるばかりでしょうな。村人が村人を襲ってんだぜ。片っ端から殴って気絶させるしかねえ。君はいつも無茶を言う。失敗したら殺してしまうか、逆に殺されるよ。だとしてもこのまま手をこまねいて見ていることなどできない。私は行くぞ。私は帰りたいですけど。そんなこと言ってる場合じゃないですよね。助けを求めている人がいるなら助ける。そうでしょう先生。私突入指示待ちます。いつでも行けます。待って、村の中に不審な者たちがいるわ。村人たちの様子を伺っているみたい。彼らを排除しながら正気の村人たちを救出しましょう。不穏な連中がいるようだが、まずは村人の救援が最優先だ。いいな。俺がここで正気を失った奴らを引きつける。その隙にお前らは村の連中を救ってやれ。我が名はフェルディナント・フォン・エーギル。助かる。Thank you.
先生、奇襲、有利思います。殺す。よし、行きますか。私の力見せてあげる。舞台に上がるより緊張するわね。焦らず戦おう。ありがとうございます。あの奥で指示を出している者、職番のトマシで間違いないわね。くだらんな。
がとうございます。簡単に負けるつもりはないわよ。トマシ殿、ここで何をと聞くまでもないかしら。わしはトマシュなどではない。我が名はソロン、人の世の救済者だ。どうだ、驚いて声も出ぬか。仮の姿にまんまと騙されよって。わしがガルグマクに潜んでおったのはフレンという小娘の血を手に入れるため。この血があれば我らはまた一歩大望の実現へと近づく。俺も楽しませてもらうぞ。あれは死神騎士、あいつもトマシュ、いやソロンの仲間なのか。ハッと。ありがとう。
次もうまくいくとは限らないよ。剣ごめんなさい、隙があったから。人は最小で劣悪な獣ごときがわしを殺せると思うな。
よし、助けられるだけ助けたな。どうかしら。遅い。次はまとめてかかってこい。もっと活躍を見せて。甘いな。貴様ではない。見えた。まだ命に刃が届かぬか。甘きは死すぞ。死神騎士に構っている場合じゃないわ。ソロンを撃つことに集中しましょう。よ
想通りの結果ね。なる強制よ、この機会に貴様の力を儚かせてもらおうか。貴様、なぜこの村を狙った？何を企んでやる？実験台など誰でもよかった。成果は十分。帰らせてもらうぞ。おい待て。消えちまったか。逃がしたわね。村内を見回ってくれば、まだ敵が潜んでいるかもしれない。どうにか片付いたな。犠牲も最低限にとどめた。奴ら実験台は誰でもよかったと抜かしていやがったな。あいつらのせいでルミール村の連中は。ここにいたか。その姿、お前が炎帝か。いかにも我が配下の死神騎士が世話になったな。世話になったとは随分な挨拶だな。お前がこの村をめちゃくちゃに。勘違いするな。何？ソロンは確かに我が協力者だが、同じ目的で動いているわけではない。このような行い、事前に知っておれば我は必ず止めた。それは断言しよう。口では何とでも言える。とりあえず修道院まで来てもらおうか。できぬ相談だ。まあ我と貴様らとで手を組むというのであれば受けよう。何だと？放っておけば、キャツらはまた強行を繰り返す。それを止めたくはないのか。特に天帝の剣を持つ貴様の力があれば、ソロンなど敵ではない。残念だ。貴様ならそう答えるだろうとは思っていたが、その選択後悔するでないぞ。ジェラルト殿。先生、エーデルガルト様を見ませんでしたかな。どうした？しまった。逃がしたか。なあ、大修道院に来てお前は変わったな。ルミール村に来てからお前怒りっぱなしじゃねえか。ガキどもを指導してる時は随分と嬉しそうな顔をするしよ。お前がそれほど感情を表に出せなんて大修道院に来るまで一度もなかったんだぞ。お前のそんな顔が見られるなら大修道院に来たことも良かったのかもしれん。あるいは初めから
大修道院を出る必要さえなかったのかもしれねえな。しまったな。いや、そろそろ潮時か。今度暇な時に俺の部屋に来い。話がある。これはいかなることじゃ。お主が大修道院にいた記憶なぞわしにはない。お主のせいには一体何が隠されておるというのじゃ。先生、何と言えばいいかわからないけれど、とにかくお疲れ様。やれるだけのことはやったと思うわ。人は全能ではないのよ先生。前、そういえばルミール村にも遠帝と名乗る者が現れたようね。何やら話をしていたと。そんなことを。それで先生は手を組む気はあるの？そうよね。多くの事件の裏に暗躍する正体不明の相手、信じる方が難しいわ。仮に遠帝が本気だったとしても、その目的が何なのかも明らかではない。もし遠帝が本当にあなたの力を必要とするならば、いつか先生の前に仮面を外した姿で現れるかもしれないわね。エーデルさん、ちょっと聞きたいことあるの。あ、ごめんね、邪魔しちゃった。いえ、気にしないでいいわ。それじゃあ先生、また授業で。ルミール村を狙った恐ろしい計画によくぞ幕を引いてくれました。この度の惨禍には天上の女神様も強く心を痛めていることでしょう。それにショコバンのトマシュがソロンという闇の魔導士だったとは。私たちの目が節穴であったことも猛省しなければなりませんね。まったくじゃ。入り込んだネズミに気づけぬとは情けないにも程があるぞ。のう。それにしても奴らは何者なのじゃ。トマシはいかにして潜り込んだのじゃ。トマシは同盟貴族、コーデリア家の推薦で40年ほど前から修道院にいる。8年ほど前にコーデリア家に戻り、去年からまた復帰していたのだ。何十年とガルグマクにいて、なぜ今さら。一体何を企んでいるのか。それからイエリッツは帝国貴族の推薦で士官学校の教師となっている。仮に彼が死神騎士であれば、敵は二国にまたがる組織ということになる。セイロス正教会の長い歴史の中で、いえ、それよりもはるか古の時より、フォドラの安寧を脅かさんとする者たちが現れること、後を絶ちませんでした。闇にうごめく彼らの正体は未だ不明です。ですがソロンや死神騎士はその一端に違いないと私は考えています。安寧を脅かさんとする者たちか。なれば征伐してやらねばのう、お主。敵の狙いがわからない以上、下手に動くことはできん。もちろん騎士団は調査に当たるが、君たちは訓練に励んでくれ。では今日のところはこれで。お待ちなさい。まだ理解できないこともあまたあるでしょう。ですがあなたは力あるものです。その存在は
やがて皆の希望となり必要とされていくことでしょう。何より私自身があなたに期待しています。顔を上げて歩んでいってください。あなたに女神ソティスのご加護があらんことを。女神ソティスじゃと？どうかしましたか？そうですか。ではまた後ほど。お主、迂闊なことを口にするでないぞ。こやつは、わしは何者なのじゃ。今は特退出せよ、ヨイナ。